お前にだ。誰からですか？高橋涼介からだ。高橋涼介、早い。パワーを下げたはずなのに確実にコーナーの脱出速度は上がっている。これなら兄貴は負けねえ。負けるはずがねえ。バトル？うん。何？喧嘩するの？違うよ。車で競争することをバトルって言うんだ。嫌なら無視すればいいじゃない。嫌がってるわけじゃねえよ。勝てるかどうかは分かんねえけど、逃げる気は全くねえよ。やっぱり今でも匠じゃ勝てないと思ってるか？ええ、いくら匠が天才だと言ってもまだ高校生ですよ。匠があの高橋涼介にどこまで食いついていけるか。俺が勝てるかもしれないって思う根拠はたった一つ。匠が文太の息子だってことだけだ。あのクレイジー文太のな。ケイスケ、これはずっと前から考えていたことだが、もしストリートで負ける時が来たら俺は引退する。え？ついでだから言っちまうが、こいつにはいつか抜かれるなって俺に思わせた走り屋は今までに二人しかいない。そのうちの一人はケイスケ、お前だ。俺？そしてもう一人は。頑張れよ、たくみ。俺さ、お前が勝つって絶対信じてるからさ、高橋涼介なんかぶっちぎって群馬最速のスターになってくれよ、たくみ、たくみ。おい、いつき、分かったから離れろって。遅いぞ。10時ギリギリか。相変わらずとぼけたやつだぜ。待っていたぜ。その若さでよくあれほどのテクニックを身につけたものだな。つくづく感心させられるよ。俺はただアキナの峠を人より多く走ってる分慣れてるだけです。特別なテクニックなんて何もありません。多分俺のことを買いかぶって勘違いしているだけだと思いますよ。
面白いことを言うやつだ。お前は自分で自分のことをよく分かっていないみたいだな。お前は面白い。いずれゆっくり話してみたいぜ。兄貴、そろそろ始めようか。楽しい夜になりそうだ。よし、車移動してくれ。はい。一応今回も俺たちレッドサンズが仕切るけど、いいかな。ああ。スピードスターズからも何人かオフィシャルを立たせてくれ。わかった。池谷さん、俺ゴールに行きますよ。おう、頼んだぞ。ケスケさん、俺5連ヘアピンの方に行きます。ああ。絶対リョウスケさんが勝ちますよね。リベンジ果たしますよね。当たり前だ。あいつがいくら速くても兄貴が負けるはずないだろう。そうですよね。じゃあ行ってきます。はい、藤原豆腐。なんだお前が。よう文太、今アキラに着いたところだ。すげえギャラリーだ。おったまげるぞ。それでなあ、どうだ、匠は勝てると思うか。なんせ相手は群馬最速のストリートキングらしいからな。知らねえよ。他に用事がないんなら電話切るぞ。文太待てよ。切るんじゃねえっちゅうの。よし、各コーナー状況を連絡してくれ。はい、こちら第一コーナー、いつでも OK です。スケートセンター前です。こちらのストレートも異常ありません。はい、17番のヘアピン、いつでもどうぞ。こちら5連ヘアピンです。一般車の通行はありません。準備 OK。6番ですが、今ギャラリーの車を移動。大丈夫ですよ。すっげえ緊張感。俺喉からから心臓バックバックいってますよ。峠全体が重苦しいテンションに包まれてるな。ああ、大丈夫かな、匠のやつ。匠、相手は最高レベルの走り屋だ。負けてもいい、精一杯走ってくれ。匠、頑張れよ。俺はお前が勝つの信じてるからな。兄貴が負けるはずがない。だがあの86が走るとき、アキナの峠で何かが起こる。こちらスタート地点、どうだ、ゴールの様子は。はい、準備できました。いつでも OK です。
よし、それじゃあそろそろ始めよう。待ってくれ。カウントは俺が取る。このバトルだけは俺がやりたいんだ。いいだろう。なあ。兄貴と86のバトルを他のやつに任せられるか。カウント行くぞ。兄貴のやり方だ。ここ一番のバトルではわざと先行させ勝負どころでぶち抜く。今までそうやって全て勝ってきた兄貴の最速理論に間違いはない。ないはずなのに。のっけから見せてくれんぜ、二台とも。イニシャル D。 イニシャル D。 ドリフト対ドリフトだ。高橋涼介までいきなりドリフトできたぞ。きっと匠の得意分野でねじ伏せるつもりなんだ。ストリートキングの意地にかけてもな。すごいバトルになるぞ、これは。くー、たくみ勝てよ、絶対勝てよ。ね、池谷先輩。そうだな。驚いたな、86の動きが以前とは全然違う。やつは進化している。ドリフト後半の安定期でほとんどカウンターを当てないのは前と同じだが、ターンイン直後のカウンターステアの打角が小さくなっている。理解できないぜ、欠点が消えてしまうとは。まだ最初のバトルから日が浅いというのに、やつは一戦ごとに進化している。シミュレーションを少し変更する必要がある。だがそれだけのことだ。結果は変わらない。俺の最速理論に
揺るぎはない。言っとくけどな、たけし。俺は別にお前の車を見てここに止めたわけじゃねえからな。そこんとこ勘違いすんなよ。来る前からここしかねえって決めてたんだよ。お前どっか行け。やだね。俺だってギャラリーするならここしかねえって決めていたんだ。お前こそどっか行けよ。くっ。ま、素人はいかにもってポイントでギャラリーしたがるけどな。特に五連ヘアピンとかよ。そうそう、あんなとこじゃ勝負は決まんねえよ。あの二人が仕掛けるポイントはここしかねえ。お前もそう読んだが、さすがと言っておくか。おめえもな。あ、にしてもギャラリーが少ねえな、ここは。知らねえやつが見たら、まるで俺たち仲がいいみてえに思われちまうもんな。けっ、迷惑だぜ。じゃない、報告報告。うるせえな。はい、藤原。おい、文太、聞いてっか。なんだ、またお前か。おい、よく聞け。今俺の目の前を通過したんだが、二台ともすげえ勢いでドリフトしていきやがった。しかも匠の86が頭取って、その後 FC がぴったりとくっついてる。うん、匠が先か。そいつはまずいな。まずい？どうしてだ？少しは冷静になれ、雄一。先行して逃げるより後ろから追っかける方が有利だってな、常識だろ。そうだ。後ろから追いかける車はじっくりとラインもリズムも観察できる。テクがありゃそのコピーもやれるぜ。しかし今のまま逃げ切れば、前を走るドライバーのプレッシャーってのは相当のものだ。自分と同じスピードでぴったりくっついてこられりゃ、精神的にどんどん追い詰められていく。全力で逃げてもなお振り切れなきゃ、相手が数段上の実力に見えてくるもんだ。まして匠はバトルの駆け引きはど素人だからな。あいつ今頃相当焦ってるだろうな。そうか。まあ結果が分かったらまた報告するよ。ええ、あいつ負けっかな。いや、Blackout.
するぞ。信じられねえ。こちら24番コーナー、たった今86と凌介さんの FC が通過しました。それで区間タイムを取ったんですけど、途方もないタイムですよ。このペースでゴールしたら、この間の交流戦で86が出したコースレコードを7、8秒縮めちゃいますよ。とりあえず報告終わります。俺と走った時に比べ7、8秒も速いだと。勘弁してくれ。兄貴が全開ドライブするとこういうことになるのか。恐ろしくなってきたぜ。今夜のバトルは伝説になる。まだ匠が頭取ってるみたいだな。よっしゃ、行けますよ先輩。ああ、でもどこまで持つか。え、何しろ相手は高橋涼介だ。俺は匠が無事に下まで走り切ってくれればそれでいいよ。いくら全開で逃げてもぴったり食いついてくる。どんなにすっ飛ばしても突き放せない。ダメだ、このバトル負けるかもしれない。高橋涼介、俺なんかが到底勝てる相手じゃなかったんだ。負けたくねえけど、俺は負ける。いろんな思いが交差しつつバトル決着へ。次回イニシャル D 最終話、新ダウンヒル伝説。